イースト米はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ米エリアの東側の土地を指して通常使われる非公式の言葉である。日本語ではワン東と表記されることもある。当初はサンフランシスコ湾北東岸とサンパブロ湾南東岸に沿って連なる都市のみを指していたがサンフランシスコ米エリアの人口とインフラが増大しアラメダ軍とコントラコスタ軍 さらには、外郭の都市まで全てを含むようになって、イーストベイと呼ばれる地域は大きく成長した。イーストベイという呼び方を用いて、地域のアイデンティティを反映する機関として、カリフォルニア州立大学イーストベイ校、週刊紙のイーストベイエクスプレス、バス便を運行する、AC 交通、オークランドイーストベイシンフォニー、イーストベイ地域公園地区、イーストショア州立公園、 イーストベイ都市公共事業地区、イーストベイ緑の回廊同盟、イーストベイ競技連盟、イーストベイマンスリー及び、イーストベイ自転車同盟などがある。昔あった機関としては、イーストベイ電気鉄道があった。この地域は高規格道路とバーと高速、輸送鉄道システムでつながれている。地域の南は、サウスベイ、北は、サンパブロアンが境界と考えられる。 サンフランシスコベイエリアの当初の発展は、サンフランシスコ市が中心であり、海岸部のイーストベイは19世紀半ばに、東側から陸路この地域に来ることができるようになってから発展してきた。1868年に大陸横断鉄道が完成し、その西側終着駅は新しく建設されたオークランド町三橋であり、新しい都市のオークランドは重要な開港として、 急速に発展した。今日のオークランド港はサンフランシスコベイエリアでも最大の港であり、アメリカ合衆国では5番目に大きなコンテナ取り扱い港である。1868年、カリフォルニア大学が私立のカレジオブカリフォルニアをもとに設立され、新しいキャンパスはバークレー市となる場所に建設された。1906年サンフランシスコ地震では、 数多い避難民が比較的被害の少なかったイーストベイに逃げてきて、この地域は急速な成長を続けた。イーストベイが成長すると私船よりもしっかりした連絡手段への要望が強くなり、1936年のサンフランシスコ・オーグランドベイブリッジの建設につながった。サンフランシスコベイエリアは第二次世界大戦後にさらに成長を遂げ、 人口は1940年から1960年の間で2倍になり、さらに2000年にはその倍になった。1937年に完成したバークレイヒルズを抜けるカルデコットトンネルによって未開発だった東への成長が加速された。ディアブロバレーのコンコードやウォルナットクリークなどの都市が1950年から1970年の 間に人口が10倍以上に増えた。1972年には、バーと通勤鉄道が追加され、イーストベイのはるか遠くの地域まで開発が進んだ。今日、バークレイ、オークランド及び、ヘイワードの丘陵部の東にあるバレーには、ウォルナットクリーク、サンラモン及び、ダブリンなど多くの郊外町ができている。これらの地域はほとんど白人が多いところとなっている。 イースト米は公式に定義された地域ではない。アラメダ軍とコントラコスタ軍を含む地域として表現されているだけである。開発は概して東向きに進んでいるので、新しい地域はイースト米の一部と言われている。1996年、バートがコンコードの終着駅からピッツバーグの新しい駅まで延伸され、新しく拡張されたデルタの街であるピッツバーグと、 アンティオックがイーストベイの拡張された地域として組み入れられた。アラメダ軍の軍境を越えて、トレーシーの大きな人口がイーストベイを抜ける通勤範囲に入り、ベッドタウンとして接続されている。コントラコスタ軍とアラメダ軍東部に現存する公園、あるいは未開発の土地及びいくらかの農地がある、丘陵部や尾根を除き、イーストベイは大いに都市化されている。 イースト米の海岸線は、オークランド、ヘイワード、フリーモント、リッチモンド及び、バークレーなど人口10万人を超える都市の都会化された回廊となっている。バークレーヒルズより、東の内陸バレーでは、土地の大半が開発されており、特に、コントラコスタ軍の東園とトライバレーの地域がそうで、ある。内陸バレーでは、人口密度が小さく、都市も小型である。 人口10万人を超える数少ない都市は、アンティオックとコンコードのみである。この地域は、ベイエリアの外側にある都市と町で構成される、インナーイーストベイとその外側の、アウターイーストベイという2つの小区分に分けられることがあるが、その双方にまたがる都市もある。イーストベイには次の都市が含まれている。イーストベイでは、無料週刊誌の イーストベイエクスプレスが発行されており30年間以上にわたってイーストベイの文化と政治を報道しサンフランシスコベイエリアの中で文化的に定義された地域としてのイーストベイという枠組みに影響を与えてきたやはり無料の月間紙イーストベイマンスリーは1970年から発行されている USA トゥデイが進化した1980年代初期には イーストベイトデーという新聞名で地域新聞を発行していた。サンフランシスコベイエリアの中では最古かつ最大のストリート祭である空のアベニューストロールは毎年9月にオールバニーとバークレーの空のアベニュー商店地区で開催されている。イーストベイではクリーデンスクリアウォーターリバイバルカウンティングクローズ Y&T デジタルアンダーグラウンドランシドグリーンデー プライマス、タワー・オブ・パワー、ポインター・シスターズ、MG ・ハマー、ニパック、トゥー・ショート、アンボーグ、ピート・エス・コビードシェ・ライ、ケイシャ・コール及びマック・フォレなど多くのミュージシャンやバンドが生まれた。この地域は、ロック、フォーク、ファンク、ジャズ、ヒップ・ホップ、ソウルなどの音楽ジャンルが発展し、女性音楽も多い音楽の中心である。 ベイエリアスラッシュメタルの最初期のシーンはイーストベイにあった。1980年、エルサリート高校の卒業生、ポール・バーロフがデアンザ高校の生徒であった、カーク・ハメットとバークレーのホームパーティーで出会い、エクソダスを結成した。エクソダスが本拠地をエルサリートからロサンゼルスに変えた後、リードギタリストのハメットとその友人で、ベーシストのクリフ・バートンが1983年に、 メタリカに加わった。エクソダスとメタリカの友好関係から、テスタメントや、デスエンジル、フォビドゥン、バイオレンス、ヒーゼンなどのようなイーストベイ出身のスラッシュメタル、バンドが結成されていった。ポゼストとデスは、デスメタルの元祖となったバンドだと考えられており、イーストベイに関連あるいはルーツがある。ポゼストは、エルソブランテで結成されているし、チャックシュルディナーは、 デスのデビューアルバム、スクリームブラディーゴアをレコーディングするため、フロリダ州から、ドラマーのクリス・レイファーとの故郷であるコンコードに、バンドの本拠地を移している。バスケットボールのゴールデン・ステート・オーリアーズが、本拠地にしているオークランドのオラクル・アリーナ、オークランド・アスレチックスの本拠地である、隣接のリング・セントラル・コロシアム、オークランド・イースト・ベイ・シンフォニーの公演会場である、 オークランドパラマウントシアター、フォックスオークランドシアター、UC バークレイグリークシアター、ヒエーリのザ・フライト・アンド・サルベージ及び、モトコンコード・パビリオンのスリープ・トレイン・パビリオンなどが、大きな音楽とスポーツの会場である。主要博物館としては、オークランド・カリフォルニア博物館、ローレンス科学館及びチャボット宇宙科学館がある。イースト・ベイ地域公園地区が50の公園を、 運営しており、その多くはかなりの広さの現生地を含んでいる。また多くは都心に直接隣接している。ティルデン地域公園はバークレーの都心に直接隣接する最大級の公園である。ブライオンズ地域公園は広さが5000エーカーあり、ウォルナットクリークの都心に近い原期地を含む大型公園である。イーストベイにはシェバニスなど カリフォルニア料理を創作した多くのレストランがある。イースト米の中を走る幹線高規格道路としては、週刊高速道路80号線、道580号線、道680号線、道880号線、道980号,号線、カリフォルニア州道24号線及び道4号線がある。その他に、カリフォルニア州道13号線、道84号線、 道92号線、道238号線、道242号線と、週刊高速道路238号線がある。主要な鉄道としては、ベーリア高速鉄道、すなわちバートがある。これは、イーストベイの中の人口が多い地域を結び、さらに、サンフランシスコ市とをつないでいる。アムトラックとアルタモント通勤急行もイーストベイで鉄道を運行している。 AC 交通は地域の主要バス運行機関であり、アラメダ軍とコントラコスタ軍全体にバス便を運行しているので、その頭文字から AC と呼ばれている。他にもカウンティコネクション、ウエストキャット、ホイールズ、トライデルタ交通及びユニオンシティ交通がバス便を運行している。市や軍の機関からは自転車による交通が推奨されており、 またイースト米自転車同盟のような組織もある。サンフランシスコ米エリアの部分としてのイースト米は高度に開発された地域であり、新しいまた確立された企業の中心である。アラメガ軍とコントラコスタ軍の軍政府の他に使用雇用士として次のものがある。その他、イースト米に本社を置く会社としては、クロロックス、ドライヤーズ、 ピクサーアニメーションスタジオおよびアンニューズペーパーズがある。百貨店経営のマービンは破産宣告するまでイーストベイに本社を置いていた。ヌミはその最盛期に約5000人を雇用していたトヨタ自動車とゼネラルモーターズの合弁自動車製造会社である。テスラモーターズがこのヌミの工場の一部を買収し、カリフォルニア州では唯一の自動車製造工場となっている。 イーストベイには、セントメアリーズカレッジオブカリフォルニア、カリフォルニア大学バークレー校及び、カリフォルニア州立大学イーストベイ校など、多くの講師立の教育機関がある。ありがとうございます。